方日本対シリア戦、まだ放送が決まってない模様。日本時間21日23時45分、ダブルハイアジア2次予選日本対シリアがキックオフするが、未だに放送が決まっていない。理由としては、ホーム開催のシリアのサッカー協会が放映権を持っており、放映権販売を行っている代理店が高額な放映権料を日本側に提示してきているためだ。シリア戦、放映権ぼったくり金額提示されて買えてないみたいだけど、たかが2次予選の今の日本からしたら最弱のシリア戦は別に無理して放送しなくてもいいんじゃね？シリア戦は放送ないかもなのか。まあでも強豪ならまだしもシリアに莫大な放送料払う必要はないから正直なくてもいいかな。シリアの代理店が高額な放映権を提示してるらしいけど、日本では平日の深夜放送なのにさすがにやりすぎ。日本が買わなかったら困るのはそっちなのに。シリア戦放映権が高すぎて放送ないみたいだけど、こういう時こそ普段日本国民からカツアゲして稼いでる NHK が払えよ。シリア戦見れない可能性あるよな。 DAZN が放映権取ってくれるとも思えんし、正直アベマしか信頼できん。